こんにちは、ぴょんです。静岡県の伊豆修善寺にある柳生の庄さんに宿泊しました。修善寺温泉は伊豆の小京都とも呼ばれ、西暦807年に弘法大師が開湯したとされる伊豆半島最古の温泉地です。お宿の敷地内にも豊富に温泉が湧いています。1959年に東京白金に開業された料亭柳生が、1970年にこちらへお引っ越しし、温泉旅館柳生の庄となりました。庄という字には別荘や田舎という意味があります。お出迎えしてくれているこちらの絵は、日本の画家堀文子さんの村雀。堀文子さんがご自身の白寿記念に制作された作品で、スズメと竹をすべて足すと99になります。今回は一樹の間に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事の内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。玄関を入ってすぐ、広いスペースに冷蔵庫が置かれています。右手には十条の継ぎの間があります。客室数は全部で15室。松の尾、梅の尾に続き、この一樹の間は上から3番目の位置づけになっています。竹林やもみじに囲まれ、空気の香りが大きく違うように感じました。1970年の創業当時は現代すき家作りだった内装を、2009年の夏に個展を踏襲した本格すき家作りに改修されました。こちらの一樹の間は119平方メートルの広いお部屋です。本間は20畳と表記されていましたが、鞘の間、床の間、いろり、書斎を抜いて20畳なので、実際にはもっと広かったです。チェックインは14時、お部屋で行われます。この時にいただいたお饅頭がとても美味しかったです。修善寺の紅葉の見頃は毎年11月中旬から12月上旬頃。日本国内でも紅葉の時期が最も遅い地域の一つです。華道の加湿器とバルミューダの空気清浄機が置いてありました。お部屋の片隅には書斎のスペースがあります。こちらの窓から見える紅葉も素晴らしく綺麗でした。さらに奥へと進んでいくと、そこはまた小さなお部屋になっていて、クローゼットがあります。そのお隣には浴衣とアメニティが用意されています。浴衣の上に置いてあるピンクと水色の袋の中はアメニティです。個包装になった消耗品のセット、グレーのものは手提げ袋になっていて、中にはバスタオルとフェイスタオルが入っていました。そしてお待ちかねのバスルームです。きちんと清掃された洗面所、ヒノキから抽出した水分 100% のヒノキ原水、カリンのお化粧水とクレンジング、右元のクレンジング、洗顔、お化粧水、クリーム、男性用のヘアトニック、ヘアリキッド、ヒゲ剃り後のお化粧水、乳液、ドライヤーはパナソニックです。タオル類はこちらにも用意されています。
内風呂は古代ヒノキの浴槽とすのこまで古代ヒノキが使われているため、浴室中がいい香りです。扉の向こうは露天風呂です。お風呂がしつらえられた伝統的な形のこの東屋は流緑庵と名付けられています。お茶事の炉から着想を得たデザインになっていて、左官職人の技により手作業で仕上げられています。館内をご案内いたします。玄関から近い場所にロビーがあります。玄関とロビーの間には小さな売店があり、地元の食べ物や館内で使われているものなどいろいろと置かれています。綺麗な絵はがきに惹かれました。大浴場は露天風呂が非常に美しいですので、ご宿泊の際にはぜひ訪れてみてください。大浴場まで向かう道のりもなんだか情緒がありワクワクします。個室のようなお休み所が並んでいます。大浴場の営業時間は14時から翌朝10時。地元富士山のミネラルウォーターが氷で冷やされています。若干デザインの異なる通の湯と武蔵の湯は深夜0時で男女が入れ替わります。まずは通の湯の方から。三影石でできた内湯、泉質は単純温泉、 pH 8.5 のアルカリ性です。お外へ出ると大きな露天風呂が目の前に広がっています。Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven.How it must be just like this With everybody in love And everybody in miss My little daughter came running up and sat on my knee She said, Dad, I got a question for you 体に優しく刺激が少ない温泉の性質であるため、出たり入ったりできるように東屋も設けられています。タオルは個包装になってたっぷり用意されています。どの場所も落ち着いた雰囲気で、また平日だったためか宿泊者の方が少なく、どなたともお会いしませんでした。こちらは武蔵の湯です。武蔵の湯の方は内湯が L 字型で広めの作りになっています。武蔵と通は有名な歴史上の人物である剣豪とその恋人の名前です。露天風呂はどちらもほとんど同じ作りで、四季折々の素敵な景色を楽しむことができます。And tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me her wedding ring. 夜ご飯も朝ご飯もお部屋食です。まずはじめに秋田県の濁り酒が供されました。座付きのフグの白子豆腐です。白子を裏ごしし、くずで形作られています。梅雨払いは八寸のような前菜の盛り合わせです。タケノコ、ウド、フキの木の芽味噌和え、
菜の花のからし浸しにからすみをかけたものと焼きホタテ、くわいと丸十のおせんべいに牡蠣のしぐれ煮、鳥の松風と椿に見立てたマグロのお寿司。続いては厚物でサワニワンです。サワニはたくさんのという意味があり、千切りにした豚肉、ごぼう、人参、椎茸に黒胡椒がピリッとアクセントになっています。お造りは白身のお魚がクエで、イカは赤イカ、本マグロのトロです。ヘダのお塩と土佐醤油が用意されています。蒸し物は甘鯛のかぶら蒸し、カニとキクラゲ、銀杏も入っています。お次は和牛のヒレカツです。ソースとお出汁を割った割りソースでいただきます。焼き物は銀鱈の西京焼きです。締めのお食事はタコの炊き込みご飯です。ご飯には生姜が効いています。お味噌汁は生海苔の赤だしです。食後にデザートの抹茶のババロアです。フルーツは伊豆いちごと紅マドンナ。ごちそうさまでした。お食事が終わると机を端に寄せてお布団を敷いてくださいます。それではおやすみなさい。おはようございます。朝食もお部屋食です。一番遅いお時間の9時からお願いしました。30分前になると中井さんがご準備に来られます。お目覚めのジュースはいちごラッシー、カブの煮物、エビと鶏のそぼろあん、先ほど火にかかっていたのは渡りガニのお味噌汁です。伊豆で採れたアジの干物、茶碗蒸しには焼いたかまぼこと銀杏、ゆり根が入っていました。小松菜ときのこのおひたし、イカゲソとわけぎ、わかめの酢味噌あえ、畳いわしの乳麺、お米は修善寺コシヒカリの新米です。牛肉の有馬煮、とろろ汁、デザートは白玉ぜんざいと自家製のオレンジシャーベットです。ごちそうさまでした。アクセスをご案内いたします。和牛の庄さんは静岡県の伊豆修善寺エリアに位置しています。公共交通機関を使う場合は新幹線と在来線で、羽田空港から2時間前後、成田空港から3時間前後です。それでは料金の発表をいたします。高評価やコメントなど皆様からのお声は今後のお宿選びに反映してまいります。皆様にお喜びいただける動画作りをしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて今回は和牛の庄さんの露天風呂付き119平方メートル一樹の間、ほっと落ち着く日本料理の夕食と朝食2食付き、1泊2日、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。
正解は16万600円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。